皆さんこんにちは。私は教育学部3年の長友一心と申します。これから私の学部と学校生活についてご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まずはじめに宮崎国際大学教育学部の概要についてお話しします。私の所属している教育学部は教育についての幅広い教養と専門的な知識を身につける学部です。日本国憲法や文学といった広く教育を身につける科目から教育心理学や算数化教育法といった教師となるための専門的科目まで1年生の時から段階を追ってじっくりと学んでいきます。教育学部を出ると小学校や幼稚園の先生、さらに保育士になることができます。小学校一種免許と幼稚園一種免許、そして保育士資格を取得することができます。私は小さい頃から小学生やさまざまな年代の子どもたちといつも接する機会があったので、教育という分野に興味を持ちました。そして何よりもピアノが好きで一番の趣味ということもあり、これを活かせる職業に就きたいなというふうに考えました。そこで小学校の先生を目指すことにしました。自分の希望を叶える学校としてこの宮崎国際大学を選びました。次に実際の授業風景をご紹介しましょう。小学校、中学校、高校で皆さんが受けてきた授業は今のように椅子にじっと座って先生のお話を聞くという形ではなかったかと思います。大学ではこの授業スタイルが大きく変わると言ってよいでしょう。先生の講義を聞くことに加えて、あるテーマに基づいて仲間とディスカッションしたり、グループ内で作り上げた内容を発表したりします。例えば小学校の授業を想定した模擬授業というものを行います。学生たちが先生役と生徒役の2つに分かれて、和やかな雰囲気の中で自由に意見を出し合ったりしながら授業をする力を高めていきます。さて次に私の大学生活の一日をお話ししたいと思います。私は日南高校を卒業し、住んでいる日南市から列車で通学しています。片道90分かかりますが、この通学時間は私にとってゆっくりと勉強することも可能ないい時間となっています。大学での授業時間は一つの授業が90分で組まれています。間で授業がない時間帯でも授業がない時間帯もあるため、その時は図書館やピアノ練習室、パソコン室で次の授業の準備や練習に充てたりしています。ピアノ練習室では友達に授業の曲を教えたり、自分の好きな曲を弾いて楽しんだりして過ごしています。空き時間の活用は一日の生活にゆとりを生み出すという点から、私にとって大変意義深いことだと言えます。そしていよいよ今年の秋は実際に小学校に行って教育実習をさせていただく予定です。今はどんな子どもたちに会えるのか、また今まで学んできたことをどのように発揮するのか、待ち遠しい気持ちでいっぱいです。皆さんもぜひこの宮崎国際大学で夢に向かって第一歩を踏み出してください。以上で私からの紹介を終わります。どうもありがとうございました。